50年前、イシュバーンに突如巨大な城、魔王殿が出現した。それは人間と魔族との戦乱の始まりである。魔王の軍勢に対抗すべく派遣された王国軍、その健闘により長期化した戦いは人間たちの勝利に終わるかと思われた。だが一人の男の出現により戦局は一変した。その男の名はオストラコン。